はい、タイヤバームクーヘンです。こんにちは、おはようございます。ただいまですね、北区赤羽台の桜並木公園に来ております。これはですね、赤羽台4丁目でございます。ここにですね、実はですね、第二次世界大戦、太平洋戦争の時のですね、防空壕跡があるそうなんで、ちょっと歩いてですね、ちょっとそこに向かいたいと思います。この前ですね、ちょっと沖縄行ってきてですね、統治家だったりとかですね、あとはですね、それをホラー穴とかいろいろ見てきましたんで、ちょっとそういうのですね、またこの東京にもですね、私のですね、地元の近くにあるということで、ちょっと行ってみたいと思います。今日はですね、めちゃくちゃ暑いですね。6日の日ですけども、昨日まではですね、本当10度ぐらいしかなくて、すごい肌寒い日だったんですけど、今日はですね、多分もう今の時点で20度近いぐらいあるんじゃないですかね。まあちょっと楽しみってわけじゃないですけど、ちょっとですね、見学したいと思います。私はその興味が、そうですね、そういう歴史の大学行ってたので、こういうのにはもうですね、興味あるんですね。専攻はちょっと日本史だったんですけども、一応戦国時代のところですが、まあこういう太平洋戦争とかですね、日本に起きた様々なことに関しては一応興味があるので、はい、いろいろどっか行った時はですね、回ったりはしてます。もうちょっとでですね、なんかですね、この Google のですね、マップでは目的地にたどり着きそうなんですけども、行きたいと思います。あんまりですね、皆さんのその Google マップのコメント見てるとですね、あんまり分かんなかったみたいな感じが書いてあったりとか、本当にこれ防空壕なのとかですね、言ってる方いらっしゃいましたけども、まあ、ちょっとですね、見てみたいなとは思っております。どこら辺なんだろうな。あ、あれかな、ちょっともう近づいてきました。あれですね、ちょっと左側になんかありそうです。ございました。こちらですね、防空壕跡っていう風に書いてあります。ちょっと中見てみたいと思います。では失礼します。ちょっと気をつけてですね、ここ坂ありますんで、こんな感じでちょっともうですね、埋もれてしまってますけど、一応こういう感じです。穴がありましてですね、多分ここのところに避難されてたんだなと思います。残念ながらちょっとですね、奥の方がどうなってるかっていうのがちょっともう、枯れ草、落ち葉とかでですね、ちょっとあとなんか埋まっちゃってて見えないですけども、はい、一応でもまあここに木を張ったのは確かですね、ちゃんと穴があります。ちょっと人が掘ったようなですねのが一応見受けられます。はい、じゃあちょっと一回戻りましょう。はい、ではですね、赤羽台4丁目にありますですね、太平洋戦争のところですね、防空壕跡からお送りしました。どうもありがとうございました。